い、ということで今新大久保に着きました。一人で外であれするのが初めてで、ま、マジ一人なんです今。マジ誰もいないみたいな感じでやっとっててしかも想像以上に人がいっぱいいて恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいと髪の毛触っちゃうんだよね。ちょっととりあえず美味しそうなお店を探します。めっちゃ裏道入ったそっとく、いただきます。え、うわ最悪、バッグについた。いただきます。ま、うーん、初めて食べたそっとく、おいしい。ウィンナーとなんだっけこれ、トッポギが交互にくっついてる。辛くない全然。うーん、うま。これ多分出来たて。なんか平日のさ、もう全然平日、土平日でもさ、こんな人いるんだね。学校帰りの JK とかが多いかも。うーん、もう一個はこれ、なんて言うんだっけこれ、チーズハットク買った。いただきます。中が虹色のやつ買った、見て、じゃーん。なんかあんま伸びない。やばくない、これ何味なんだろう。うん、見て、やばくない、すごいわこれは。うん、お腹いっぱい、美味しかったです。占いしたくて占い探します。全然占いないわ。ここにあるわ、韓国伝統霊感占い。これさ、なんかヒカルさんのチャンネル映ってたところかな、サウリンちゃん。そうじゃんそうじゃん。いけるかな、ちょっと行ってくる。ここさ、確かめっちゃ高くない？現金ないけど今パンツ見えそう、やばい、誰も見てないわ。あ、オッケーです、オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃいい人いた。現金しかあれらしいから現金を下ろしに行きます。どうしよう、なんかさ占いでさ、みんなに言ってないことバラされたら。お店の名前言ったっけ、や、韓国伝統霊感占いって書いてある。はい、ここです。やばい、パンツ見えちゃう。あ、誰も見てないこんにちは下ろしてきました。はいこれカメラ、 YouTube です。これ撮って大丈夫ですか？大丈夫です。それ見ました。いや、なんかたまたま歩いてたら、あ、そういえばここでやっていただいてたなと思って、ここに来ました。ありがとうございます。あ、こちらこそ。え、いいですか、うん、ありがとうございます。何作ってるんですか？これね、おこげ。おこげ作ってるんですか？美味しいですよね。え、いいんですか？やったー、ありがとうございます。おこげいただきました。いただきます。うん、もよく噛んでください。あ、わかりました。で、今日は一人で、いつも一人なの、いつも一人なのお邪魔します、失礼します。どこに置こう？記録してあげるよありがとうございます。韓国語とかわかるの？わかんないです。あなた韓国語は結構上手ですよ。え、私韓国語上手ですか？うん、今喋ってました、私韓国語。占いはいろんな占いがあるんですけれども、はい、うん、何が見たいの？全部いろんなこと、全部いろんなこと見たいですね、うん、お願いしたいです。 YouTube、 ヒカルさんの YouTube 見たくらいです、うん、見たらどうですか？すごいと思った。なんで？めっちゃ優しいじゃん。ただヒカルさんにはなんかありがたいよ。あ、お客さんがいっぱい来たよ。住所と生年月日とお名前。住所と生年月日とお名前。はい、生まれたら時間もね。まだ時間。分かるんだったら書いて、分からなくても大丈夫。わかりました。日本語で大丈夫ですか？日本語で大丈夫ですよ。何語で時間もね、英語で大丈夫ですよ。はい、お願いします。多分生まれた時間は深夜です。深夜だったら何時ぐらいですか？わかんない、2時とかかも。2時？ 2 時。夜2時。夜2時。え、わかんない。確認もできますよ。え？あなたが本当に何時に生まれたか。綾乃？綾乃です。西綾乃で、うん、YouTube とかをやってます。
わかりましたよ。これは成功するかしないかいろんなことがあるんですけれども、うん、私ははっきり喋るから。はい。怖い。優しく。怖い。あんたが怖いよ。多分ね、あなたがなんかいや、まあ、深夜のなんか0時、2時ぐらいだとするじゃないですか。はい。まあそこは、そこよりなんか少し遅くなったと思うんですけれども、これは関係ありません。私が見たら3時以降かもしれないの。あなたの誕生日は、すごい。え？あなたはなんか旧暦の7月7日です。なんかここでなんか3年ぐらいになったら結構成功するなと思うから、全然悪くないんだと思います。全然大丈夫ですよ。やったーすみませんけど、女性らしく、なんかすごく綺麗ですけれども、あなたの性格とかいろんなことは、私が見たら、男と変わらないの性格持ってるから、わかりますか、はい、それもあるし、あなたはすごく強くてなんとか自分でしたいのと必ずするの性格だからすごくいいんですよ。ただ、満足ができないの。いろんなことしても何をしても満足できないから、どんなに成功しても最後までいかなかったりするのこともあるし、なんか少し一人寂しくなったら、なんかすみませんけど、寂しくなったら間違いなくうつ病みたいになるの。だから、いつも太りなの？メンタルが弱いんです。あやろー、ディシャネロー、などこんなにした時とか、応援したり、まあ、チャンネル登録者が1000人が、まあ、1万人が増えて、400万人、1000万人ならば幸せですけれども、それじゃなくて、ジューッと上げて、まあ、そのままになったら、どうしようかなとするかもしれないから、まあ、いろんな人があなたを応援してくれるんだったら、めっちゃ成功するんだと思います。なんかSNS、YouTube とかでも成功するんだったらすごくいいんだと思うから、間違いなく成功するんだと思います。あなたは生年月日は、まあ、YouTube 光と似てるの、まあ、そのものがあるんですよ。はい、何が似てますか？光は男で女みたいに七時年ですよ。あんたの方は馬年ですよ。だから光よりはあなたが強い。なんかあなたが100万だとするのものは、まあ、100万近いは3年以内になるかも。わー！頑張ってよ。頑張るんだったら大丈夫だと思いますよ。頑張ります。あなたがなんか頭がそんなにいいとか悪いとかじゃなくて、運勢がいいんですよ。そうなんだ。そうそうそう。あんたは何しても成功するから大丈夫だと思います。ただ時々ね、ずーっと上がって波があるんですよ。メンタルが少し弱いところがあるんですけれども、うん、その時は、よくした方がいい。7月、8月、9月、10月になったら、もうちょっと忙しくなるし、はい、なんか上手くなるんだと思います。あなたは大体これから80年ぐらい仕事ができるの。80年仕事ができるんだったらあなたは100歳ですね。100歳以上になるから100歳までは仕事間違いなくするんだと思います。100歳まで仕事するから113歳までは全然大丈夫だと思う。113歳 ?113 歳までは全然平気だから平気大丈夫ですよ。あなたはなんか、まあ、死ぬまで一緒に生きたいの、こんな人は大体8年後になるかもしれない。8年後2年後はすぐですよ。あなたが生き物になってずーっと忙しくなるんだったら1年1年が道に行ってと変わらない。あなたに本当に幸せになりたいの、なんかこの気持ちくれるのは年が上の男だと思います。なんかあなたと今はあなたの気持ちはイケメンが好きだし、俳優みたいのアイドルみたいの人が好きだと思うんですけれども、あなたはこんな人と結婚するかしらない無理だと思います。あなたは公務員とか医者とかちゃんと下の人と結婚して幸せになるんだと思います。問題ありません。あなたの目には子供が3人がいるんですけれども、3人がいるんですけれども、子供がね、子供妊娠したら子供産んだ方がいいから、子供ちょっと妊娠したりなんとかしておろしたらダメ。はい、だからはっきりしてる。はい、あなたのはウサギ年は良くないかもしれないの。ウサギ年、まあ、虎年も良くない時があるんですよ。ただネズミ年も良くない、馬牛年も良くないんですね。このぐらい4件ぐらいの年だけ気をつけてください。はい、できれば結婚するの相手はだいたい8月、9月、10月に生まれた人と結婚したら死んだらぶだぶするよ。8と8月よ。あ、だいたい夏か秋ぐらいね。あ、夏か秋。あなたは冬に生まれた人と結婚したらダメ。はい、冬はダメですよ。冬はダメ。4、5、6、7、8だったら全然大丈夫だと思いますよ。変わってる。4月、何が9って言ってなかった。そうそう、8月、9月、10月がいいけど、それができなかったら4月、5、6、7、8、9、10は大丈夫。冬はダメ。
なんかあなたは今年から運勢があるんだと思いますよ。運があるから今年の7月、8月、9月、10月、11月、12月になったらあなたはすごくいいんだと思います。大体あなたの誕生日から嬉しくなるし幸せになるんだと思うのはよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。これ知ってください。これこれ、はい、どうぞ、はい。あなたはこっちに見たら男でしょ。男、左の指が上にいるからこれは男の性格を持てるのことだと思いますよ。あなたはすいません、逆に見てください。逆、逆、逆、気持ちはどうですか。悪い、気持ち悪い。はい、どうぞ、ここに座って。はい、どうぞ。どこここに大丈夫、これ大丈夫ですよ。これ大丈夫。ここに座る、ここ。あ、座らなくて大丈夫。立っていいよ、立っていいよ。これは赤と白が一番幸せになるんですけれども、両方の手で一個一個選んでください。うん、そうそう、そのまま全然大丈夫だ、変わらないで。そのまま知ってみて、幸せになるの。祈って、これは大丈夫。祈って幸せになるから大丈夫、これからは。わかった、はい、あなたはこれから幸せになって、はい、日本で一番有名な、有名のいい番組、ね、あなたの番組見てみんなが幸せになればいいのよ。占い終わりました。で1時間ぐらい占ってくださって、なんか最後になんかお守りみたいなやつと、あとなんか五円玉みたいなやつをくれて、もうちょっとなんか最後食べようかな、誕生日に夢叶いますって言われた。めっちゃ嬉しい、よかった言って。でもメンタルが弱いのもバレてた。すいません、チーズボールください。何個がいい？3個です。はい、ありがとうございます。イエーイ、熱っ。チーズボール今作ってたから絶対めちゃくちゃ熱い。え、なんかちょっとイケメンいる。気のせいだった。あ、この通り入ろう。待って、立ち食い禁止だって。あ、立ち食い禁止らしい。ここどこで食べればいいんだろう。どこで食べればいいか書いてあるのかな。これ交差点向かい花屋にあるベンチ付近。あ、ベンチ、ベンチ、あ、ベンチあったわ。あそこで食べます。いただきます。熱い、これ熱っ。あ、熱っ。あやもさ、なんかいろんなさ、YouTuber さんみたいにさ、誰かと来たい。いつも一人なの？なんか新大久保デートとかしたい。制服のやつ着て。ま、あ、充電なくなる。ということで今日は新大久保一人旅でした。ぶらり一人旅、ぶらり一人散歩でした。バイバーイ。